近い心理学。それではラジオネームルマンドさん、ありがとうございます。ルマンドさん、ありがとうございます。矢野先生、バチコイです。ありがとうのバチコイ返しです。アキ先生、どうもです。どうもどうも。いつも丁寧にお答えしていただきましてありがとうございます。いえいえ。早速質問です。例えばある人が人間関係で悩んでいたとします。そのことを友人や上司などに相談して気持ちがすっきりする場合や、専門家のカウンセリングを受けて気持ちがすっきりする場合があると思います。この時、友人や上司がやっていることとカウンセラーがやっていることではどんなことが違うのでしょうか。それとも同じなのでしょうか。今日も切れ味の鋭い回答をよろしくお願いいたしますと。ほう、なんか私からも岩野さんが心理学オタク的に切れ味の鋭い回答をお願いしたいと思います。愛されると胃が痛くなります。ストレス反応が、ストレス反応が出ます。これすっきりするんでしょ。うん、だから上司とか友人に話すっきりしたのと、感染に行ってすっきりしたんでしょ。うん、まあ、すっきりしたんだったら同じじゃない。あ、まあ同じか。だから、いや、もちろんさ、これさ、いや、でも場合によってはですね、とかって、こまごま言えるよ。うん。こまごま言ってみなさいな。そんなもちゃもちゃした回答を僕たちは望んでないんですっていうさ、非難合合になるじゃないか。まあ、なんか切れ味の鋭い回答だから、同じということで。同じだと思います。じゃ切れ味は鋭い回答、ここまでってことで。だからさ、こういうさ、言い切れな話、俺好きじゃねえんだよ。でも言い切った方がでもすっきりするんだろうな。もうジレンマだよ、心理学オタクの。なら別に友人や上司カウンセリングでもまあ気持ちすっきりする場合は同じだと僕も思いますけど、なんかまあ、なんかカウンセラーの専門家の方が話聞くのがうまいって前提ですよね。だから、うん、だから人によっては確かに専門家でもなんかすっきりしない人もいると思うし、人によっては上司 A さんに話すとすっきりするけど上司 B さんに話すとすっきりしないとかもまあいろいろありますからね。うん、だからこれさ、何なんですかね、すっきりする条件みたいなの。心理学的に言うとなんで話すとすっきりするんですか。相談するとかすっきりするのは何でなんですかね。一つには単純に言語化するっていうことがプラスなんだと思うんだよね。なるほど。なんかうちの中に秘めてる言葉を口に出すとか言葉にするっていうことですね。ちょっと古いんだけどさ、ウォルピっていう心理学者がですね、認知行動療法をやってる、エクスポージャー、系統的脱観察っていうその不安に対する治療法を作ってきたんですけど、うん、彼の研究で確かね、主張行動ってリラックスしたはずなんだよ。ああ、そうですね。拮抗反応で使いますもんね。まあ、緊張とリラックスって相反するものだから、ぶつけたら相殺できるよねっていうのがウォルフの主張なんだけど、うん、リラックスだったらできんのっていう時に自分の意見を言うっていうのは確かあったはずなんですよ。うん、まあ、なので自分の意見とか感情を言うっていうこと自体は多分リラックス効果があるんだと思うんです。これすっきりだったんですね。まあ、それだとあれですよね、まあ、人がいてもいなくても OK ってことだと思いますけど、その後にあれですかね、すっきりするしないの差みたいなのもあるんですかね。ね、いや、あるはず、あるっていうか、その2つは予想を立てるよ、私は。おお、2つもある、うん、1つは関係、うんうんうん、誰に言うか、うんうんうん、ですっげえムカつくやつに喋るよりも信頼してる人に喋る方がおそらくすっきり感高いと思うんですね。うん、なるほど。うん、だその誰に話すかっていう関係性だと思います。うん、でもう一つは喋った後の相手の反応。ほう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 。これ確かあれだよね。セラピスト、カウンセラーの反応とか動きによって共感されたって思う程度って変わるよね、データで。うんうんうん、なのでこんなことあったんだよって言った時の相手の反応が自分にとってプラスになればよりスッキリするんだと思います。なるほどなるほど。いやそうだったかとか、それは大変でしたなとか、そういうふうな返ってくるとちょっとスッキリしやすくなるみたいな。でそんなことないよとかって言われるとなんかこうスッキリしない、でもやっとしますね。うん、
それ言われたくないよね、単純にさ。相談したのになんでダメ出し食らうねんっていうね。確かに。あとさ、そこまでちゃんと言葉にしてでいいレスポンスが返ってきましたと。でその後でなんか納得できる理由付けみたいなやつが分かるとか、あと解決策が分かるってところまで行ってすっきりするって方もいるかもしれないですね、もしかすると。あ、その解決策を知りたい人は解決が提示されないともやっとするし、そうですね、そこまでの人もいるし、話聞いてもらって、あ、自分は別に変なこと思ってなかったんだみたいな感じに聞いてすっきりするって場合もあるかもしれないですね、うん。いやこれさ、むずいのがさ、うん、一見するとどっちか分かんないんだよね。ああ、そうですね、確かに。これ、情緒的サポートを動機サポートって言いまして、はい、解決させたいっていう相談なのか、うん、話聞いてくれりゃいいっていう相談なのか、これね、うん、聞く側の対応方法を変えなきゃいけないんですよ。そうですね。で、ただ聞いてほしいっていう時に、問題解決しようとするとこれトラブルんですよね、はい、これがよくある夫婦喧嘩です、はい、なのでこうどっちの相談なのかなって聞く方は聞き分けて、聞いてほしい場合はいや大変だったねって言えばいいし、うん、解決したい場合はそっか、こういうのって聞いたことあるんだけどっていう風に情報を出さなきゃいけなくて、その塩梅がやっぱりね、上手なセラピストカウンセラーのポイントですかね。そうですね。だまあそういうところがもしかしたらカウンセラーと友人上司って違うかもしれないし、こういうのが上手な友人上司もいるかもしれないしっていうところかなと思いますね。そうですね、はい。まあ、なので上手な先輩友人がいたらその人に、いなかったらまあカウンセラーでもいいと思います。でもっといなかったらバチコイ、はい、お便り募集中です。バチコイ心理学、岩野がやっている認知行動コンサルティングオフィスでは研修の講師や個別のコンサルティングを受け付けております。詳しくは概要欄から、ぜひ。